はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校の国語動詞丸一をお送りします。で、ここからね、新しい品詞の動詞のスタートで、個人的にはね、品詞の中でも 1,2 を争うぐらいテストに出てくるところです、動詞はね。で、まあそのスタートです。で、今回はポイントの中に穴埋めが3つあって、まあ問題も含めて全部で10問となってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあスタートなんで、ちょっとね、不安なことがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、ポイントの方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあまずポイント読んでいくね、動詞について。で、動詞はほにゃらら語で活用がほにゃららと、まあいろんな品種でやってきましたけど、まず動詞っていうのは今までと同じく自立語です。ちょっと狭かったなこれな、自立語ね。で、次です。活用が今までのは全部なかったんだけど、動詞は活用があります。で、これがん？そうだっけなって思う子はぜひ15番の動画、あの表のところね、動画を見てみてください。活用があるグループに入ってる動詞はね。で、ポイントはまた言い切りの形、あとでちょっと詳しく説明する。言い切りはね、言い切りの形がほにゃらら段の音で終わります。これ絶対覚えましょう。動詞っていうのはう段で終わります。で、う段っていうのはあいうえおのう、かきくけこのく、さしすせそのすです。うの段ね、ここで終わるってこと。立ちつってとのつみたいな感じで、いいかな、それを覚えておく。では、まず動詞をね、探しに行きましょう。で、ここで言い切りの説明もするね。次の文の動詞に、まず線を引きます。で、その言い切りの形を下の括弧に書こうという問題です。で、この動詞探しはね、地味に間違えます。なぜなら、引く場所をね、長く引きすぎちゃうから。例えば、買い物に行ったってあるでしょ。で、これね、動詞って、英語でも動詞、一般動詞っていう言葉を使うじゃんか。だから、そことね、イメージをこうくっつけても大丈夫です。結構似たところがあるので。で、例えば、買い物に行っただったら、動詞って行っただよね。行くってとこだから。だから、行ったかなと思って全部引きたくなるんですけど、これ動詞はね、いで、ちっちゃいつで止めます。たは入らないんです。で、先に言い切りの形いきます。これ今、口でちょっと言いましたけど、行ったっていうのはもともと行くがもともとじゃん。行くっていう言葉。だから、それが言い切りなの。元の形ってこと。動詞の。行く。ちゃんと右段で終わってるでしょ。かきくけこのくだから。これが言い切り。で、行ったっていうのは、行くって言葉に、たって言葉がくっついたものなのね。だから、行ったになってる。なので、動詞はどれって聞かれたら、い。言いにくいね。いにちっちゃいつと。そこまでにしてください。では次。答えは A だと思います。ね。で、これも動詞。まあ、動きを表す言葉だから、基本的にはね。だから、思うなんです、これ。動詞は、思うってところ。で、じゃあ、思いますかって思うんだけど、これも、思いなの。動詞は。で、その言い切りは、さっきも言ったように、思い、もともと、思うだよね。なので、言い切りは、思う。ちゃんと、うなんで終わってるね。で、この思いますっていうのは、思うっていう動詞にますがくっついたものなのね。いいかな？だから、思うがもともと動詞になると。で、次。レアなカードを集めたい。これももともと行動、動きを表しているこの集めたいなんです。で、じゃあ全部引くかって思うんだけど、これも、集め。ここまでが動詞です。いい？で、もともと集めはもともと何かって言ったら、これ、集めるだよね。だから、これが言い切りの形。ちゃんと、る、うなんで終わってるね。で、集めたいっていうのは、集めるに、たいがくっついて、集めたいなんです。だから、動詞を探すときはね、こんな感じでやってください。ちょっとくっついてるものがいっぱい出てくるので、そこ気をつけてね。で、次はですね、その棒が、まあ、線が引いてあると思う。四つ目。で、その棒線部のところが、文中、文の中で主語、述語、修飾語、接続語のうちのどの働きをしているかを括弧の中に書いていきます。いいね。で、これ基本的に笑うとか、ちょっとくっついてるけど、来る、呼ぶ、行くなんで動詞なんです、もともと。で、動詞っていうのは、あの15番の時の動画でもやりましたけど、基本的に述語になります。述語になれるっていうところ、
からこう派生するからね、動詞は。けれど、くっつくものとか使い方によっては主語になったり、就職後接続語になることもできるんです。いい動詞ってね。で、それを探していく。で、まず、彼女が笑うです。で、これは先に答え書いちゃうと、ちょっとこれ語抜くけどごめんね。ちょっと入んないんで。述語です。ほんとちゃんと述語って書いてね。ごめんな。で、これは彼女が何をした?笑うって。そのしたことを表してるので、これも述語でいいんです。一番オーソドックスな使い方。動詞のね。で、次が、友達が来るので部屋を掃除する。これは、来るっていう動詞にのでがくっついてる。で、のではね、結構イメージがしやすくて、なんとかなのでって接続で使うよね。のでっていうのは。だから、動詞の来るにのでがくっつくと、これ接続になります。ちょっとギリギリ入るかな。ごめんね、語が入んなくてね。接続です。で、次。兄の呼ぶ声が聞こえる。これ、呼ぶって動詞なんですけど、これね、呼ぶ声なんです。つまり、声っていうのが、呼ぶが声を修飾してるの、上から。詳しく説明してる。だから何、声が聞こえるじゃなくて、呼ぶ声が聞こえるだからね。なので、修飾をしているので、これ、動詞なんだけど、就職語になれるんです。いいね。でもここまで来るとラストはね、じゃあ主語かって感じで、まあ、確かに主語なんです。で、明日行くのは父と姉だって。で、これ答えからね、書き換えたら主語です。で、どう判断するかっていうと、これ、行くっていう動詞なのね。行く。で、それに、のはがくっつくと、主語になります。基本的に。で、文法っていうのはちょっとこう変則的なイレギュラーパターンもあるので一概には言えないんですけど、のはってくっつくと主語になる、のでが来ると接続語になる、で、動詞の下にその就職する言葉、呼ぶ声みたいな感じでがあれば就職にもなれる。で、一番最後ね、基本的に使う言ったとか最後で使うと述語になることが多いです。まあ、こんな感じでね、判断してもらえたらと思います。では、今回は中学校国語動詞丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、まだまだ続くんだけど、動詞。で、次回はですね、動詞にもグループ分けがあります。4つ。なのでね、そのグループ分けをやっていきますので、もしよかったらそっちの方を見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。